エントリーナンバー42番水谷キキ24歳、レストランキキでオーナーシェフをしています。中高の6年間佐久島で自給自足の暮らしを体験したことで、その土地の食材、土壌、文化、祭りを含む伝統行事を深く知ることができました。料理名磯遊び。それでは素材説明をしたいと思います。兄が素潜りで取ってきた夏牡蠣を使用したナスと課題ふ揚げ、大あさりと枝豆を使った一品、平貝とかぼちゃのロール、マグロとお肉の生春巻き、アワビは柔らかに煮し、トマトのシートで包んであります。選んだ食材と理由は、義理の兄は佐久島の漁師です。兄が素潜りで取ってくる貝類の貝柱の味の違いを生かそうと考えました。私がふるさとを佐久島に選んだ理由は、中高の6年間自ら自給自足を体験し料理人になると決心した場所だからです。食材を産地直送で取り寄せても産地のことはわからない。住んでその土地の人間に関わらなければ知り得もしないことの方が多い。その土地の人が当たり前だと思っていることの中に盲点がある。移住者目線でそれを見つけることができたら、日本はもっと面白くなると思う。いつか世界を飛び回るようになった時、外国人に故郷はと聞かれたらジャパンと答える。それまでに日本中のあちらこちらを見ておかなければと思っています。